多数の焼死体が発見されましたが、その大半は身元の確認すらできない状態で、火の回りの速さをまざまざと物語っています。ではたまたま火災現場に居合わせた KDHB テレビのニュース、カレンがまたおかしくなったら、カレンホワイトに登場してもらいましょう。スタート。こんばんは。生まれた時から私自身の中で平和な心と凶暴な心との戦いがずっと続いてきました。おい、原稿と違うぞ。人には心を選択する自由があり、これこそ人間と動物の違いに他なりません。日頃私たちは何の疑いも、内容が変だぞ。原稿はちゃんと渡したのか。受け入れています。少し変えたんです。でもその選択を許されない人間もいます。そんな人たちの秘密社会が現実にあるのです。半ば人間で半ば動物である人たちの秘密社会が彼らの目的はあくまで動物の本能を満たすことです。きっと皆さんはお信じにならないでしょう。切り替えろ。続けろ。それはもう切り替えるんだ。ダメだ。それならばこの私がその証拠をお見せします。信じてもらうために。